やっぱりその心と体ってリンクしてるなって思ってて、やっぱり例えば体温が上がったりとか血の巡りが良くなったりとかするとやっぱ気持ちも比例してついてくるってあるじゃないですか。ギュッてこう閉じこもんなきゃいけないというか、あんまり動けないような感じがずっとまあ続いてて、そういう時にそれがこうだんだん右肩上がりというかこう開いていくような曲をこのタイミングで持ってきたいなってちょっと思って、なんか本当に健やかな感じの、まあ、いろんな意味で春が来たなって思える曲を出せたらいいなって思ったので、そう、すでにライブでやったりした曲だったんですけど、今回この曲をっていうことでリリースすることになりました。通り冷蔵庫、舞台は冷蔵庫の中です。冷蔵庫の中を舞台にしたいって言ったのを私がお願いしたんですけど、私と同じサイズくらいの飲み物とかバターとかそういうものがある状況なんか作ってもらえたことって初めてで、すごい夢がある空間だな今回と思って、全部白いのがより逆に可愛さを強めてる感あります。なんかフォルムそのものの可愛さっていうか、恋はいつも裏腹、誘い文句待ってる、あげたくないけど欲しがられない、今日なんだってば、気のせいじゃなくなるほど、誰にもまだバレてないよ。ロックっぽい曲とかも脳裏にありながら作った曲だったので、ちょっとサイケな映像がこう流れるのは自分では考えてなかったんですけど、あ、確かに忘れてたけどこういう要素欲しかったかもって思って、よかったなと思ってます。にょにょをもっと活かしたい。あんまり冷静だと合わない、冷静っていうかまとも、あ、はいはい、まともにやってしまった。もっとゆるゆるすればよかった。めっちゃ重い。できたりとかした時に、こう冷蔵庫パッて開けてお酒とか取り出そうとした時に、この MV のイメージが時々こう浮かんだらいいなって思いながら撮影してました。わあ、すごい、めっちゃすごい、後ろが当たると。お酒飲むんですか？飲まないって、さっき言ってました。全然飲めない。全然飲まない。好きなんですけど飲めない。まあ量って飲み一緒です。全然飲まないです。好きです。何飲むんですか？全然詳しくないんですけど、全然詳しくないから、カンパリが好き。大丈夫ですか？カンパリの、カンパリの匂いが好きなんだよ。じゃあ本番でいきます。はい。君の腕からゲロ
ちゃんカメラ見れる？あ、分かんなかった。それカメラの方じゃない。ごめんなさい。OK、お願いします。オートトーはい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。撮影終わりました。見てください、このたくさんのお酒を。本当は全然飲めないたちなんですけど、こんなね、素敵な場所でたくさんのお酒に囲まれて、なんか20歳の時よりも今日やっと成人したような、この撮影で今日成人したみたいな感じが個人的にはしてます。一つのビデオの中でいくつも本当に美味しい瞬間があって、色とりどりの素敵なビデオになったなと思うので、ぜひたくさん楽しんで、なんかこう日常のちょっとしたところにもちょっと夢を忍ばせれるようなこう楽しみ方をみんなにしてもらえたら嬉しいです。たくさん見てください。また。